Crazy for you。
人気の中心一番手百武賞の一戦です。第10レースは予選特賞です。インコースから1番2番3番4番5番6番の体型スタートしました。センターだーっと、これはなんと、うわー、2号艇の高浜以外の号艇が速すぎる。現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちください。2号艇高浜以外の5名が速いタイミングで現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切に大切にお持ちください。1号先頭中古0台スタート。1号艇3号艇4号艇角から出てくる4号艇の丸野ですが、先輩は1号艇の村岡、4号艇の丸野が攻める。うち空いた2号艇の河野が旋回バックは打ち差し込んでは5号艇草野もやってくる。突破せば1号艇2号艇5号艇うち5号艇草野外1号艇の村岡、真ん中とおっては2号艇河野、一緒にコーラーの旋回優勝戦スタートの正常。アドバス部がいいのが1号艇の村岡、抑え込む5号艇の河野さっと押せる。握った2号艇の河野切り込んでスロット4号艇3号艇旋回も先頭抜けた。デビュー初優勝は1号艇の村岡。小島でデビューしておよそ8年、フライングもありました、降下もありました。しかしスタートと速攻開始のレースもありました。どんな状況であっても常に前を向いて走り続ける村岡についに最高の瞬間が訪れます。そして上空でキラキラと輝く星になったあの日で捧げる最高のプレゼント、それは地元小島でのデビュー初優勝、先頭デビュー初優勝、1号艇村岡健人5位。1番カード第5レース日替わり定食戦、1番2番3番4番5番6番です。今スタートのサークラーン1コース4コース5コース1号艇の高岡、4号艇の橋本、5号艇の栗原、この3って微妙なタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちくださいませ。1コース4コース5コースの高岡、橋本、栗原、かなり微妙なタイミング、現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。お手元の投票券は大切に大切にお持ちくださいませ。ここでお知らせいたします。1号艇の高岡龍也、4号艇の橋本俊光、そして5号艇の栗原直也、1号艇の高岡、4号艇の橋本、そして5号艇栗原、以上さ。起きた？やばいわ。どうした？起きなさい。出走しやめたか、うん、チェックしなさい出走表。斉さん、え、まあ、なんて出走表チェックしなさいですよね、うん、そっから始まったんですよ地獄出走表見なさい。気持ち悪いですよ。え？気持ち悪いですよ。だからギャンブル依存ってさ、もうここまでもう振り切ったら借金もしまくって、そこで気づくんだよね。あ、ギャンブルって本当に怖いなって。恐怖心があればやめれる。ギャンブルって怖いなって。だからまだ振り切ってないんだよ。行くとこまで行くしかないんだよ。やめるには。燃え尽きるしかないんだよ。燃え尽きた、はい、燃え尽きてないんじゃない。やるなら徹底的にやって借金をしないと分からない、やめられない。そうだろ。自分に甘えが出ちゃう。どうする、まだやるかい。先生今何分ですか。今配信つけて、まあ15分。なんだよ、もう。なんで
だから寝かしてあげたんだよ、うん、ギャンブルって頭が冴えないと負けるから。寝ますよ。うん、寝てからよく考えろ、今日どうするか。一日始まったけども、終わった。